メラニア・トランプ、1970年4月26日帯は、ユーゴスラビアのノボメスト出身の元モデル。アメリカ合衆国の著名な実業家であり、第45代アメリカ合衆国大統領であった、ドナルド・トランプの3人目にして、現在の妻である。外国出身のファースト・レディは、イギリス出身のルイーザ・アダムズに次ぐ、史上2人目で190年ぶりである。 身長5フィート11インチ。1970年に当時のユーゴスラビア社会主義連邦共和国でスロベニア共産主義者同盟党員で国営自動車企業で働く父と子供服メーカーで働く母の家に生まれる。リュブラナの高校に進学するためにセブニツァを去った。リュブラナ大学を1年で中退後、モデルとして活動していた。1996年に ユーゴスラビア内戦の影響で故郷を離れて渡米。2001年にはアメリカの永住権を取得し、2005年1月22日に90年代に知り合ったトランプと結婚した。結婚式にはトランプが過去10回献金してきたヒラリー・クリントンとビル・クリントンのクリントン夫妻が主品で出席した。2006年には息子のバロン・ウィリアム・トランプが生まれ、アメリカの国籍を取得した。 2016年アメリカが衆国大統領選挙に立候補した夫の応援演説にも立ち、この選挙で夫のドナルドが当選を果たし、ファーストレディの傍ら宝飾品や腕時計をデザインしている。2017年10月、夫、ドナルドの戦災であるビバナ・トランプがファーストレディを自称したことに対して、著書の反則のための単に注目されたいだけの、 自分勝手な発言だと報道官を通じて猛反発した。大統領夫人と戦災が表立って対立したのは、これが初めてとされる。2018年6月には夫、ドナルドの移民政策を批判しており、移民出身ゆえに政治的思想は夫ドナルドに比べてリベラルとされる。メラニアと教皇フランシスコ2017年5月。 大統領とバチカンを訪問した際、カトリック教徒であることが判明した。彼女は、ジョン・エフ・ケネディ大統領とジャクリーン夫人以来、ファーストレディとしては二人目のホワイトハウスに居住する、カトリック教徒であった。トランプ大統領在任中、メラニアは別の人間に置き換えられたという陰謀論が出回った。夫ドナルドは、フェイクニュースとしてこの説を否定している。ありがとうございます。